はい、今回はこんな感じの文字を一文字ずつ動かすことができる文字のアニメーターの使い方をご紹介していきます。まず新規コンポジションを作成します。コンポジション、新規コンポジション、カット01、3秒のコンポジションを作成します。そして新規平面で BG 背景を作成します。そして文字を入力します。文字を整えていきます。カーソルを移動して、オルトキーをしながら矢印キーの左右で文字の間隔を調整します。そして真ん中に配置。では、この文字にアニメーターを設定していきます。文字のタブを開きます。テキスト、アニメーター1を追加します。すると、アニメーター1、範囲セレクター1、1というのが追加されました。この1を動かすと、トランスフォームの1と同じように、こんな感じで動きます。このあたりに配置しておきます。次に範囲セレクターを開きます。開始、終了、オフセットという3つの項目があります。これはこの文字の選択範囲。開始は、この左側の部分。選択部分の開始の部分ですね。そして終了が終了部分。そしてこのオフセットは選択範囲自体の移動。といった形となっています。そして今、選択範囲を動かすと、文字が動いたのですが、これはどういうことかと言いますと、このアニメーターの位置ですね。このトランスフォームとは違う。アニメーターの位置が影響する範囲がこの範囲セレクターで選択された範囲内のみに適用される位置となります。元の位置がここですね。文字を入力した状態の。そして範囲セレクターの範囲内に適用させる位置がこの位置になります。そしてこの範囲を狭めていきます。すると、この選択範囲の中にある文字だけ、この位置で設定した位置にあって、範囲の外側に出た文字は元の位置に戻ります。こんな感じですね。これが範囲セレクターによるアニメーションとなります。ですので、この選択範囲にキーフレームを設定します。そして範囲を狭めていきます。こうすることで、一文字ずつ、文字がアニメーションするようになります。開始部分から範囲を狭めていくので前から文字が元の位置に戻るようになると。逆もできます。終了位置を0にしていくことで後ろから文字が戻っていく表現ですね。こういったことができます。一度アニメーター位置を削除します。これと同様に他にも、例えばスケールであれば範囲セレクタースケールが追加されます。スケールを0にします。すると全体がスケール0になりましたが、範囲セレクターで範囲をなくしていくと、こんな感じですね。元の大きさに戻っていくと。これにキーフレームを打つと、開始位置を後ろに持っていて選択範囲をなくすと、こんな感じですね。そして、この範囲セレクターのアニメーターのスケールのアンカーポイントなんですが、これは、このアニメーターの上にある詳細オプション。このアンカーポイントが影響しています。ですので、今はこのアンカーポイントが文字の下に来てますね。ですので、スケールが下から変化するようになっているのですが、これをアンカーポイントをこの真ん中に持っていくと、スケールのアニメーションも文字の真ん中から出現するようになります。さらにこのアニメーターの中に別の要素を追加することもできます。アニメーター1の追加からプロパティ、回転を加えます。すると回転が追加されましたので、ここに180と入力します。
すると、この出現するときにスケール0から出現するのと同時に回転も加わっていると。180度回転した状態から元に戻っていく。といったような形となります。これがまずアニメーターの基本的な使い方となります。一度アニメーターを削除します。そして、もう一度位置を適用します。次に、このコードの項目を見ていきます。いろいろあるのですが、まず一番大きな変化として、このシェイプですね。ここを変えると動き方が変わります。上傾斜に変えると、こういった形になったり、下に傾斜、下へ傾斜。こんな感じですね。こんな感じで、ベースとなる動きの形を変えることもできます。さらに、基準というのがあるのですが、今これ、文字というふうになっていますね。ここを開くと、スペースを除いた文字、単語、行というふうにあります。これは、例えば、元々の文字ですね。スペースを入れます。こうすると、文字を設定している場合は、このスペースも一文字のアニメーションの間としてカウントされるんですね。これを、スペースを除いた文字に設定すると、スペースを無視して連続的なアニメーションになるようになります。スペースを除いた文字、文字。こう空白も一つアニメーションしていますね。スペースを除いた文字にするとスペースは無視されます。次に単語に設定するとこういった形ですね。単語ごとにアニメーションを行うと。そしてもう一つが行は2行以上あるときに行ごとにアニメーションさせるといった設定となります。では一度アニメーターを削除してアニメーションを作成していきます。アニメーター1コードから上傾斜とします。そして1を設定します。単語、オフセットにキーフレームを打ってアニメーションを作っていきます。オフセットマイナス100から100。こんな感じですね。さらに、イーズを少し加えると、滑らかさが変わります。そして配置します。今、文字のアニメーションを単語ごとに認識させるためにスペースを入れているのですが、このスペースは不要ですので、カーニングで詰めていきます。オルトを押しながら左。こんな感じですね。そしてマットを作成します。新規平面、マット01。で、出現時、隠すように配置します。この状態で、トラックマット、アルファ判定マットを設定。こうすると、この黒い範囲が映らなくなります。こんな感じですね。これで一つ目のアニメーションができました。
さらにタイピングのアニメーションを作っていきます。文字を入力します。こんな感じですね。次はタイピングのアニメーションを作っていきますので、アニメーター、一文字ずつ0、100で出現するように不透明度を設定します。不透明度の数値は0、そして範囲セレクターを移動させるとこんな感じですね。キーフレームを打って範囲を狭めていきます。こんな感じですね。そして今文字がフェードインしているので、ここは高度から滑らかさを0に設定します。こうするとこんな感じですね。パッ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 と出現するようになります。あとはこれにシェイプでカーソルを作っていきます。長方形ツールでカーソルを作ります。出現した時は、不透明度100の状態で1コマ進めて0、5コマも、5コマ後も0で、さらに1コマ進めて100。こうすると出現して点滅する感じですね。ちょっと早いので後ろに。こんな感じですね。そして点滅が終わったと同時に文字が打たれるような形ですね。あとはこのタイミングに合わせて位置を移動していきます。一コマ進めて移動、2コマ進めて文字の右側に移動ですね。そして入力が終わったら不透明度にキーフレームを打って0で消えると。こうするとこんな感じのアニメーションが作れます。こんな感じでアニメーターを使うと文字を一文字ずつアニメーションさせることができます。様々な動きを組み合わせて作ることで面白い表現を作ることができますので、いろいろ試して作ってみてください。今回は以上です。またお会いしましょう。